カナダのカジヤ日本のカジヤカジヤとは、一般的に単野を行う店舗、もしくはその職人を指す。主として、鉄製品を扱い、刃物、工具、農具などの製造、修理を行う。一般的には、炉、肥後、金床などの設備を有しており、鉄製品の炭造を行う。炭造だけでなく溶接、切断の器具を備えているものも多い。鉄を熱する際の燃料は、 コークス、石炭、木炭などがある。ただし炭造をしなければそれは、火冶屋ではなく、鉄工所である。また、飛び、大工、土工等と対比して、建設現場で溶接工の俗称としても使われる。戦国時代には、多くの刀鍛冶、鉄砲炭屋が武器の生産に従事した。多くの場合浄下の一角に集められ、大名や武士の注文に応じた。各地に、 カジチの地名が残るのはその名残である。タンはもともと芋の白尾も含む金属加工者を指し、製鉄に従事するものを大タンというのに対し、刀カジを小タンと称した。一方、包丁や農具、巨具、三輪刃物などを手掛けるカジ屋は、ノタン農ノーと呼ばれ、かつては日本各地に数多く存在していた。こうしたノタンの中には明治以降に、 刀鍛冶や鎧丹屋から転業したものも多い。しかし、昭和30年以降農業の機械化や安価な大量生産の刃物の流通によってこうした野丹屋は大打撃を受け、次々に廃業していった。とはいえ現在でも、伝統的な野丹屋は日本各地に存在しており、中には松山市の白高雪のりなど、名工として全国に長知られている職人も存在する。 一例を示す。ありがとうございます。